次回の世界遺産はアイスランド。国土のおよそ1割が氷河に覆われている氷の国です。もう一つの顔が火の国。噴火を繰り返す火山がいくつもあります。そんな氷河と火山が一緒に見られるのが世界遺産ヴァトナヨークトル国立公園。活発な火山群の上にヨーロッパ最大級の氷河が広がっています。氷河の雪解け水が生んだ巨大な滝も。2週にわたるスペシャルヴァトナヨークトル国立公園、前編は9日午後6時。